サバーニャス県は、エルサルバドル北中部の県。2016年の人口は165,535人で、14、県中14位。面積は1,103.5平方キロメートルで、14、県中12位。人口密度は150人、平方キロメートル。県とはセンスンテペケ。1873年2月に設置された。遅くとも1735年には、 青い染料のインディゴが大量生産されていた。18世紀前半から、エルサルバドル有数の陶芸都市のイロバスコは、多くのクレオールやスペイン人を、国中から集めた。19世紀初めまでに、イロバスコには、市場や薬局、家事屋、バグ屋が登場した。1871年、名前の由来になった、中米の英雄のホセトリニダード・カバーニャスが亡くなった。 1911年のカバーニャス県には、センスンテペケ市とイロバスコ市に加えて5つの町が存在した。毎年12月4日に、センスンテペケで守護聖人の聖バルバラを祀る。人口は2016年6月30日の値。イロバスコ72,262人、センスンテペケ43,123人、ビクトリア12,782人、 エフテペケ、8110人3位シドロ、8002人、グアコテクティ、6853人、ドロレス、6700人、フティアパ、6326人、シンケラ、1377人55%以上の県民が貧困層で、これは14県中2番目に多い。艦隊兵を工業最大のエルドラード鉱山がある。ありがとうございます。